なのであなのでマルチエンディングとかってあるんですけどもあれは僕の中であんまり興味がない手法です、えー、その運命が決まっている中でプレイヤーがいかに自分の意思で意思と知恵で知恵と勇気でストーリーをこう動けるかっていうようなものを作りたいと思ってますしその中でまあそのプレイヤーが。 他のユーザーザと一緒になって、えー、まあストーリーテリングの架け橋みたいなそういうものができればいいなと思って、えー、今いろいろこう考えているところです。